北欧暮らしの道具店のインターネットラジオチャポンと行こう。9月11日日曜日の20時になりました。こんばんは、北欧暮らしの道具店店長の佐藤とスタッフの吉部こと青木がお送りします。インターネットラジオチャポンと行こうでは、明日から平日が始まるなという気分を皆さんからのお便りをもとに、お風呂に一緒に浸かっているようなトークを繰り広げながらチャポンと緩めるラジオ番組です。隔週日曜日に放送しています。今日は冒頭で、はい、これ重大発表って言っていいのかな。重大ですよ重大ですかね。重大ですよ。これは重大発表ってちょっと一回言ってみたかったんで、うん、じゃあ重大ってことにさせていただくんですけど、はい、ですね、なんとチャポンと行こうの公開収録イベントを開催することになりました。もう顔が固まって拍手してますけどね今ね緊張、現場は緊張で、もうすでに何ヶ月か前からね、社内のメンバーがね一生懸命準備してくれてるんですけど、10月の30日です。今年2022年10月30日日曜日の午後開催をさせていただく予定で、場所が、東京の青山にある、スパイラルホールというところで、なかなかね大きな、うん、立派な会場みたいですよ。青山ですって、チャポンと行こう、おしゃれおしゃれタウン青山で、はい、ね、チャポンと行こうって言うんですよそこで言っていいんですかね。ね、ということで、繰り返しますが、10月30日月曜日の午後、青山のスパイラルホールが場所になります。はい、たくさんのチャポラーさんをお招きして、もちろん無料でご参加いただけるイベントになります。そこでこういろんなご質問にお答えしたり、トークをいつもの雰囲気でできるだけね、うんうん、ちょっと緊張しちゃうからいつも通りにはいかない、カチコチしちゃうかもしれないですけど、はい、吉部さんと2人で頑張りたいなと思ってますので、ご応募いただく際に話してほしいトークテーマであったりとか、こんなことを聞いてみたいっていうご質問などを、うんうん、ぜひ書き込んだ上でご応募いただければと思います。で、今日このラジオで一番に発表してるということなので、うん、はい、お申し込みになりたいという方はサイトやアプリに行っていただいて、記事をちょっとご一読いただいて、はい、いろんなお申し込みいただく際の注意事項などもしっかりご確認いただいた上でご応募いただければと思います。本当にいろんな世代の方、親子で聞いてくださってたり、男性チャポラーさんも最近本当に増えているので、うん、いろんなその雰囲気の方たちと一緒にお風呂みたいな場所を作ってたらなって思っているので、うん、どんな方もぜひご応募いただけたらなと思いますね。スポティファイで今このお知らせを聞いてくださっている方は、概要欄に申し込みいただける告知記事のリンクを貼っておきますので、そちらをタップしてぜひ記事の方に来てください。 YouTube も概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらから告知記事にお越しいただければと思います。はい、初めての試みなんですけど、私たちもやっぱり3年弱ぐらいずっとコロナ禍でイベントしたりリアルでお客様に会うっていう機会をずっと持てないでここまで来てるので、うんうん、お客様であったりラジオを聞いてくださってるチャポラーさんに私たちが会いたいっていうのが一番なんだよね今回ね。本当そうですね、うん、たくさんのスタッフも会場で参加する予定で、うんうん、どのスタッフもお客様に会うっていうのをめちゃくちゃ久しぶりで楽しみにしているから、うん、ぜひね温かい場にしましょう。はい、はい、ご応募待ちしております。待ちしております。はい、今夜もチャプラーの皆さんからたくさんお便りいただいていますので、2通紹介するところからじゃあ行きましょうか。はい、はい、兵庫県にお住まいのラジオネーム文福茶釜さんからのお便りです。第114夜の怒りのテーマ、よくぞ取り上げてくださいましたという気持ちで聞いていました。私はパートから始めた医療助手の仕事にやりがいを見出し、子どもの成長に合わせて徐々に働き方を変え、早6年、現在は30名弱のスタッフさんを束ねる管理職の立場で、医療助手の難しさやスタッフさんとの関わりに奮闘しています。あまりにいろいろ起こるので、その日に解決しようとしていたな、解決しようとしている姿を相手に見せようとしていたなとラジオを聞いて気づきました。もちろんその場で解決しなければならないこともあるけれど、スタッフの感情に関わるところは管理職側で何とかできることって少ないなと思っています。周辺を整える日々の働きかけが必要で、
毎日耕していくものなのだなと改めて思いました。店長吉部さん、ラジオチームの皆様、これからも素敵なラジオ楽しみにしていますね。はい、うん、兵庫県にお住まいの文福茶釜さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか想像しました、この医療の現場での文福茶釜さんの管理職としてのいろんな葛藤、うんうん、その姿を相手に見せようとしていたなって。でも本当ね、うん、尽力してます、放っておいていませんよっていう姿ってやっぱり見せたいからね、わかるなって思う。わかる。私もこのお便りいただいた時、仲間がいるじゃないですけど、この今吉部さんが言ってくれてる解決しようとしている姿を相手に見せようとしていたなっていうところがもうぶっ刺さってしまいまして、ね、いやー、わかりますって、語り合いたいですって思いました。やっぱだから責任感なんだよね、全てはね。そうだから、ふーんとかって言って聞き流したら、そんな風に考えてたんだとかっていうことで終わらすのは、うん、やっぱり無責任に感じちゃって、うんうん、一生懸命言ってあげなきゃいけないんじゃないかとか、その日に相手をすっきりさせてあげなきゃいけない、うん、相手がもうモヤモヤしてるのが痛いほど伝わってくる時なんかは、うんうんうん、できたらちょっとでもすっきりして帰ってもらいたいって思うから、多分いろいろ説明したりとかっていうのがと思うけど、うん、そうじゃなくていいんだよねっていう話をしたと思うんですけど、同じようにこう責任感を背負っていろいろ葛藤してる人が日本中、世界中にいるのかもって思いましたね。ねえ、いや、力が湧いてきますね、これね。私も本当になんかお便りに励ましていただいた感じがしました、うん、本当にありがとうございます。お互いに頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次のお便りもいきましょうか。石川県にお住まいのラジオネームコーラルサマーさんからのお便りです。私は佐藤さん、吉部さんと同じ年代の母がいる16歳の高校1年生です。チャポンと行こうを通してこういう物事の考え方があるのだなと思ったり、お子さんの成長についてのお話を聞いたり、いつも楽しく拝聴しています。お子さんについて、大学生になって将来家を出たらと想像しているお二人の話を聞き、私の母も日頃そんなことを考えて私を見ているのかもと、実際母に聞くのは恥ずかしいけれど少し知りたくなりました。質問なのですが、このラジオはお二人のお子さんも聞いていますか？お子さんや家族の話をしていらっしゃることが多いので、お母さんの話を聞いてどんな反応をしているのか気になりました。お話聞いてみたいです。はい、石川県のコーラルサマーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。16歳、高校1年生からお便りが届きましたね。息子と同級生ですね。ほぼね、そうだ、同級生だ。本当にいろんな世代の方がね、ラジオを聞いてくださってるっていうのが嬉しい。で、ね、お母さんがもう同じ年代っていうことで、そうかっていう。そりゃそうだよね。いや、当たり前なんだけど、そういう私たち年ですよね。そうですよ。そうでした。そうですよ。そういう、そう、重大な事実にも改めて気づいたんですけれども、うん、で、ご質問来てます、はい、お二人のお子さんもこのラジオ聞いていますか？うちはたまにチェックする時に流してるのを、うんうん、聞いてすぐ飽きてどっか行っちゃいます。今日もやってるねみたいな感じ で、うんうんうん、でたまに冷蔵庫の上にあるお菓子のカゴを棒で釣って取るみたいな話したよとか、うんうんうん、そういう話とすっごく喜んでます、うちは。お便り来たとか言ってます。はい、なんか近い感じかもしれない、うん、うちもその仕上がりのチェックするために流してる時とか、あとやっぱり子供のこと話した回は一応伝えますね、うん、そうだよね、なんか伝えちゃいますね。私も伝えてる、こういうこと話したよ、うん、でこの間の直近だとメガネが家族でお揃いになっちゃうよっていう話の時も聞かせて、そしたらすごい笑ってくれてて、うん、そうか、同じメガネをかけるのはやばいのかとか言って、なんかそこで気づいたみたいで、そこで気づくのだいぶちょっと遅いですね。で、こういうこと話してるけど、で、こういうお便りもいただいたんだけど、どう思うって聞いたら、いや、別に大丈夫だけど、なんか面白く言ってくれてるし、とか。そっか。で、自分から進んで聞くことはなくって、うん、こういう話をしてますよっていうところ聞かせたら、うちも本編に入る頃にはちょっと飽きて、あっち行ったりみたいな。でも気になる時は、
こうその辺にある雑誌とかめくりながらなんか聞いて、耳は聞いてるみたいな、聞いてとか言って笑ったりしてそっか、ね、それぞれまあまあもういい年齢というかね、うんうん、11歳そして高校生っていうので、なので何でもね話せるわけではないですけど、ちょっとしたその生活の中のねエピソードとかで出てくるときは、こんな話したらこんな歌より来たよとか、うんうん、私もそういう話はしてるかもしれないですね、うん、はい、そんな感じです、はい、でその他にも本当にたくさんのお便りありがとうございました。お便りはすべてチャポエコスタッフ全員で楽しく拝見をしております。それでは本日のテーマとなるお便りに行きましょう。大分県にお住まいのラジオネーム三兄弟の母さんからのお便りです。こんばんは、いつも楽しく聞いています。私事ではありますが8月末に50歳を迎えます。私が50歳だなんてまだ認めたくないような、なんとなく40代とは違う目には見えない大きな壁を感じていますけれど、この大きな節目に自分へ何かプレゼントをしようと今腕時計を探しているところです。普段は携帯で時間を確認していますが、お気に入りの腕時計を身につけてみたくて。佐藤店長や青木さんは何かの節目に自分へプレゼントを贈ったことはありますか？余談ですが、今年の冬には結婚25周年、銀婚式も控えています。新婚旅行以来の夫婦水入らずで小旅行に行きたいなと計画中です。節目ってなんだかワクワクしますね。はい、ありがとうございます。50歳を8月末だから迎えられた。迎えられた。ね、おめでとうございます。おめでとうございます。私が50歳だなんてって書いてあるじゃないですか、はい、私もうちょっとで47歳になるんですけれど、うん、少しこの3兄弟の母さんがお姉さんで、かつ私の兄も吉部さんの旦那さんですけど、はいはい、50歳に、ね、なったばっかりなんですよね。なったばっかりなんですよ。そうそう、だからそういう兄がいたり夫がいたりする私たちなので、うん、なんかすごくわかるってここ思っちゃって、わかる、私が50歳だなんて、本当そうよね。そう、今回なんかこのお便り読ませていただきたいなと思ったのも、うん、私たちのこの北欧暮らしの道具店っていうお店も、ちょうどこの回が放送される頃に、はい、15周年の開店記念日を迎えるんですよね、うんうんうん、まさにね、はい、この北欧暮らしの道具店を最初兄と2人きりで始めたのが、私が31歳兄が34歳の時で、うん、で今こうやってラジオだったり、うん、あのお店でお買い物してくれる方とかに出会いながら15年経って、うん、今46歳、うん、で兄も50歳っていうところなので、私たちもちょっとそういう節目に今いたりもして、うんうん、なのでなんか今日はそういう年齢を重ねるとか年月を重ねるってどういうことなんだろうみたいなテーマで、はい、なんかいい機会だから話してみるのも良さそうっていうこともあって、ズバリこのお便りタイミング的に私もすごく刺さったんですよね、うんうんうん、で最初ご質問いただいてるんですけど、そういう節目に、はい、三兄弟の母さんは腕時計、うん、これ真似したいと思った。私も腕時計いいんだって思っちゃったね、腕時計いいですよね。すごく思いつかなかったけど、うん、自分に贈るいいプレゼントです ね、 ね、なんか今スマホで確認することが増えてるんだけど、時間を確認するだけじゃなくてアクセサリーとしての腕時計だったりプレゼント自分へのって、確かに腕時計ってすごい最適だなっていう気がしちゃいましたね、うんうん、私も自分に贈り物ってよくするタイプではあるんですけど大きな節目じゃなくても、はい、それこそああここまでちょっと頑張ってきたから一人で旅行行こうかなとか、うん、あとはこれからの家時間がまた成熟した楽しいものになるように思い切って家具をこの節目に買い替えようかなって思ったりすることもあるし、いろいろだけど、このお便り読んで、あ、私腕時計思いつきもしなかったんだけど、こう一緒にここからの10年20年年を重ねていく相棒としてこだわって選んだら面白そうだよね。ねえ、私はまあ50歳になった時に旅行は行ってみたいなとか、この間も話しましたけど、うん、久しぶりに海外とか一人で行ったりしてみたいなってちょっと目論んだりはしてるんですけど、うんうん、割と体験に投資をしてしまうことは自分は多いけど、はい、でもその旅行に節目に買った腕時計つけていこうかな
って、ねうんね、結婚25周年っていう締めも重なるっていうことで25周年はうちはあと5年でしょ5年5年かなこの間結婚20周年迎えたでしょ吉部さんち あそうか20周なんで私が知ってるのよなんか20とか50とか40代とかこう数字がこんがらがっちゃったね、こうまとめられなくてでもそうでした20周年でしたねあと5年かうちも結婚で言うとあと2年で20周年だから、うん、あ夫婦水入らずで旅行なんて本当に何年もしてないけど、うん、あそんな日が帰ってくるんだっていう、うん、本当に子供が小さい時って想像できなかったじゃないですか永遠に続くと思ったよね思ってた、あの、ね、だからもう50歳だなんてとか47歳だなんてっていう気持ちはありつつも、うんなんか年を重ねるって悪いことじゃないんだよなっていうのも、うんうん、やっぱり今の時点で私としてはやっぱ本音としてあってあそういう時間をいろいろ長く過ごしていくことでなんか本当のことを知っていくってなんかありません本当のこと想像の世界ってまだ本当じゃないじゃん自分の経験値としてないっていうことって、うんうん、でもそれを経験していくじゃない当然生きてる時間とともに、うんうん、それが年を取っていくっていうことだと思うんだけど、はい、あ本当はこうなんだっていうことを知るっていうのがやっぱりあって年々、うんうんうん、で私すごく印象的なんですけど編集者ライターの市田のり子さんって暮らしのおへそのね、はい、ディレクターされてる大好きな編集者さんいらっしゃるんですけど、うん、もう何年も前に市田さんと対談をさせていただいた時に彼女が言っていた言葉がすごく忘れられなくって、うん、なぜその市田さんが書き続けるのかっていう話を質問した時に、うんうんうん、自分の経験を咀嚼したり、まあ、人から取材をして伺った話をもとにその書くっていう行為をし続けるっていうことはもうライフワークとして欠かせないもので、うん、それがなぜかっていうと本当に近づいていく行為だっておっしゃってたのね。へーそれがなんかすごく頭に残っていて、うんうん、昔は年を取るっていいものだよとか、うんうん、40代40代で30代とは違う楽しみがあるよって教えてくれてた人生の先輩ってやっぱりいて、うん、でもどっかで強がりなのかなみたいな風に思ってなくもなかったなって、うんうんうん、あーなるほど本当かなって、うんうん、本当に近づけてないっていうかその時はそうね、自分が20代30代だからかもしれないしこうかもしれないけど本当はどうなんだろうっていうそうそうだけど自分がいざ40代後半で50代っていうのが目前になってくると、うん、もちろん楽しいことばっかりではどの世代もないんだけどでも同時にもっとなんかあの失っていくイメージだったなと思うのよ若い頃に思ってたなんかわかりますわかる、うんそう40代って元気なはずなんだけどもっとその先を見るとこうできないことが増えていくんじゃないかっていうイメージですよねどんどん段階的にできないことが増えていくんだろうなこれからっていうなんか漠然とそう思ってたなだから今しかないんじゃないかみたいなそうことは思ってた気がしますね本当にそうで昨日も兄と長距離車を移動しなきゃいけなくて、うんうん、行き帰りトータル5時間ぐらい車の中で兄と喋ってたんですけど、うん、なんか兄も同じこと言ってたんだよね、うん、もっと失っていくってすごい思ってたけど、うん、もちろん失ったものもたくさんある体力とか、うんうん、いろんな選択肢が若い頃ほどないとかだけどやっぱり得てるものもあってトレードオフで考えると得てるものの方が多いっていうのは年を取るまで分からないことだったなって兄も助手席で言ってて私が運転してたんですけど、うん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 、いやそうだよねってだから驚くほどにこの3兄弟の母さんも50歳だなんてっておっしゃってるけどそれぐらい年を重ねた実感がないっていうか、うんうんうん、あれも失ったこれも失ったって失ったものばかりを数えてたら多分そういう実感あると思うんですけどなんとなく延長で生きてきた感じがあるから見た目とか大幅に変わってるのは理解してるけど、はい、自分の実感としてはその数字に気持ちがそうついていけないんだけど数字とそのビジュアルの変化に心がついていってないなみたいなのはたびたび思いますね頭の中だけでは17歳の時の気持ちだってすごい思い出せるしなんならその
17歳の私って今もすごいいるなって、頭の中にも心の中にも体の動きとかにもすごい出るなって思うんですけど、でも現実は42なんですよね。そうなんだよね。そうびっくりしますよね。そうなんだよ、数的な感じで言うと、ね、数だけで言うとね、すると42歳とかってことになるんだよ。吉部さん、その自分が30歳ぐらいの時に思い描いてた46歳ってもうとんでもない大人。そう、とんでもない大人。とんでもない大人じゃない。そう、何かの手だれ。そうそうそう。だけど自分がそうなっちゃうと、うん、えってなって、で母とかも昔同い年ぐらいの人と集まってたりして、うん、久しぶりとかって言って、いやなんかお互い全然変わんないよねとかって言ってるのを見て、え子供なんか変わってるけどなって思ってたんだけど、でもそういう感覚は今そっち側の世界に行くとめちゃくちゃわかる。そう、変わらないというのはあの気持ちの部分であってみたいな。全体的に見たらそりゃすごい変化しているだろうが、脳内で再生されているその彼ら彼女らのイメージは本当に変わってないのだよっていう、うん、そうそうなんだよね、うん、だからやっぱそういう年を重ねていく本当って何かって、もちろん私たちの場合だからそれぞれいろんな違う感覚定義があると思うし、うん、私も年を重ねるってことを全てポジティブにばっかり捉えてるわけでは全くないけど、うん、ただやっぱり昨日もドライブしながら兄と喋っててすごい面白かったのが、自分たちにとって年を重ねるってこう社会との仲直りだったねっていう話で盛り上がったんですよね、うんうんうん、北欧暮らしの道具店始めた頃の自分たちって社会の中で自分たちの居場所って作れるはずがないとも思ってたし、うんうんうん、なんか自分たちみたいなやり方をしていて、それに共感して一緒に働きたいっていう人が集まってくれるとも全く思ってなかったんですよね、うんうんうん、でも始めてしまった責任感で続けてくる中でたくさん苦しいこともあったんだけれども、でもあ自分たちもこういうことはできたであったり、自分たちみたいなやり方でも一緒に働きたいって言って仲間としてこう集まってくれるたくさんの社員がいたとか、力を貸してくれる社外のお取引先とかが輪が広がっていくんだっていうことが長い時間をかけて分かっていくっていうのがやっぱり年を取るとともに進んでいって、うん、それは失っていった元気とか体力とか見た目の若さとか、うんうん、選択肢の多さ、夢希望みたいな、うん、キラキラしたものは多分失ってってるんだけど、もうちょっとしっとりしたしみじみした感じの喜びがやっぱり年齢とともにあるのも事実で、むしろどんどんいろいろ信じられてた昔に帰っていくような感覚がなきにしもあらずだよねっていう話を昨日お兄ちゃんとしてたんだよ。でもそうかもね、なんかもっと若い時って周りは受け入れてくれてるのに、受け入れてもらってるってことを自分が気づけずにそこにいることを許せなかったっていう時期あったなと思って、そういうことに近いのかもね。あ、まさにそうかも。自分で許してなかったっていう。あ、本当そうかも。そうだから自分も自分のことを許せてない量がすごくたくさんあったじゃない、うん、若い頃の方が、うんうん、でも、うん、自分のことも許せるようになったり、自分との仲直りっていうのも、うん、社会の仲直りと通じるものがあったかもしれないから、うんうんうん、だいぶこじらせてた部分あると思うので、私も兄も、うん、もちろんコツコツ頑張ることとセットではあったと思うけど、なんかこうほどけていったものっていうのがあって、うんうん、今50を目前にしてこっから20年30年っていう人生が続いていくかもしれないっていうことを考えた時に、この今やってるサービスとかお店がいろんな世代の人が居心地が良いものであるようにしていきたいっていう願いはすごくあって、誰しもどんな若い人も基本年を重ねる方向にしか平等に人生って進まないじゃない。そうね。そうするとなんかあらゆる世代の人がいろいろこうシェアし合いながら、あそういうことだったんだっていうその本当に近づいていくみたいなのってすごくあの面白いし、なんかものづくりとかコンテンツづくりと直接的に関係ない
話かもしれないんだけど、うん、今そんなことよく考えてるかな。なるほどね。私もでもそうなんだけど、あの年を重ねてチームの中でも会社の中でも自分が年齢が上の方にいるじゃない、うん、そうだよね。そう、年齢数だけは上の方にいる、その数だけはって思ってしまうのは、うん、やっぱりその同僚たちと一緒に働いていくうちに、うん、本当に年齢じゃないわっていう、うん、なんだろう、一緒にいる人たちが力を合わせてこういうものやっています、こういう場所を作っていますっていう、その力って何歳だから出せるわけでもないし、何歳だから貢献できないわけでもないし、うんうん、っていうのをすごい感じるんですよ、みんなが頼もしすぎて。そうだね。そうだから、あ、吉部さんも頼もしいけどね。いや、めちゃくちゃに。ありがとう。多分みんなそう思ってると思うよ。なんかね、うん、今日言われるとすごい嬉しい、あのミスしたばっかりだからけど、吉部さんミスすることあるの？昨日本当にミスしたばっかりだから。あ、そうだったんだ。そう、あなたの、あの旦那さんのチームにちょっと迷惑かけちゃって。あ、そうなの？そう全然何のことか私の耳には入ってきてないから大丈夫、うん、聞いたから怒るとかもないしみんなはどう思ってるか知らないけど、私は同じぐらいの気持ちというか、あ、力貸してくれて本当にありがたいし、本当助かったなこのチームで、みたいなのがいつもあるんですよね。でもなんか私からね、客観的に見てる吉部さんのそのチームの中とか会社の中で佇まいって、まあ、本当見習いたい姿なのよ。見習いたい姿か、うん、吉部が年次ナンバーワンの社員でいてくれるっていうことは、多分会社にとってめちゃくちゃ意味あるだろうなって思ってるのは、吉部はそういう自覚でやってるわけじゃなくて、多分若いスタッフ含めて本当に実際みんな頼もしいじゃない、うんうん、よく考えてくれるし、だからそういう中で一緒にやっていこうっていう感じでやってくれてると思うけど、うん、そのさっきの話じゃないけど、やっぱりこう若い人には若い人のパワーだったり、うん、思いつくことだったりっていうのがあり、同時にやっぱりその年齢を重ねた人ならではの至ってる心境って、仕事の上でなんか全部貢献できるんじゃないかって思ってて、うんうんうん、やっぱり私たちの会社も吉部さんもそうなんだけど、割とこう長く働いてくれてるスタッフ増えてきてるじゃないですか、うんうん、はい、それすごいありがたいし嬉しいことなんですよね。私にとってはたくさんコミュニケーションを取ってきた分、うん、いろんなことすり合わせてきて、それだけ痛快になってる人が社内にたくさんいるっていう状況って、うん、とてもありがたいなと思ってて、でもなんかそういうふうに長く働いて年を重ね、多分40代に乗ってくる社員もここから増えていきそうな見込みで、うん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 、長く働いてくれてる人もそれゆえの活躍があるように、コミュニケーションを取る方法ってどういう風にしていけばいいんだろう。やっぱりだんだん長くいるしとかっていう遠慮とか生まれてくるかもしれないし、うんうん、でもなんかその塩梅が吉部さんすごくよくて、わ、褒められてる。そう、今日めっちゃ褒めちゃってる昨日ミスしたから本当嬉しいでもなんかそうだから見習いたい姿だって言ってるのは、あのその吉部が至ってる心境とか42歳だから出せるバリューみたいなものがめちゃくちゃチームの中で多分存在として反映されているけど、でもそれが全てっていう感じのチームにはなってないじゃん、うんうん、吉部さんが一番長いから吉部さんが言ったらもう間違いないみたいな雰囲気でもないじゃない。あ、もう1ミリもなくてありがたい。でもそれ吉部が聞く姿勢を多分すごい意識して持ってる感じがするから、うんうん、多分さっき言ったみたいにそれぞれがそれぞれの世代でしか貢献できないポイントを、うん、みんなが多分ちゃんとフラットに出し合っていいクリエイティブにしていこうってやってくれてんだろうなって私は勝手にね、うんうんうん、思ってて、それが会社全体こっからそうなっていけばいいなってめちゃくちゃ思うんで。なるほどね、うん、なんかすごい思い出すことがあって、怖いって感じることがあるときに思い出すようにしてるのが、子供を妊娠してたときに、うん、私出産がすっごい怖くて、うんうんうん、もちろんその子供ができたこと自体当時ねもう喜ばしいと思ったけど、でもすごく出産への恐怖っていうのがすごいあって、いろいろ調べたりして
分娩時の呼吸法とか、はいはいはい、ドイツ式の何とか、うんうん、そういう DVD 取り寄せて練習したりで、当日全くそれ生きなかったんですけど、うん、でもそれぐらいやっぱり怖かったんだけど、臨月を迎えたからもう本当に出産1ヶ月ぐらい前に急に心境が変わって、うんうん、もうお腹が重たいっていうのもあるし、早く出てきてほしいなとか含めて、もうドーンと来いみたいな、うんうんうん、心境に変わったのをすごく覚えていて、満を持したんだね。なんかそこからすごいこう出産前準備とかをハリハリやったなと思うと、うん、こっから先どうなるんだろうってわからないことに面した時、よくあの出来事を思い出すようにしていて、うん、自分がその立場にならないとやっぱりわからないこと、うん、その年齢に行かないとわからないことっていうのが絶対あって、今55歳の自分ってどういうことを苦しいとか辛いと思っているんだろうって想像できないけど、うん、今にはない辛さとかがもちろんあるのかもしれないけど、その時それを自分がもしかしたらドーンと来いって捉えてるかもしれないしっていうのは、うんうん、そこに行ってみないとわからないよなぁなんて。いや本当そうだよね。さっき高校生の方からお便りいただいたり、私たちよりもずっと人生の先輩の方からお便りいただいたりすることもあるから、年齢をどう捉えてるかっていう概念って、このラジオ聞いてくださっているチャポラーさんが今いる地点それぞれでいろんな感情とか多分定義があると思うんで、うん、本当にお聞かせいただきたいね。お聞かせいただきたい、うんうん、で私としては初めて会った人も、ね、いつも会うスタッフも気持ちとしてはなぜか同級生みたいな気持ちで接してしまうっていう、うんうんうん、失礼もあるのかもしれないけど、楽しい時間が過ごせたらなって思っております。そうですね、ちょっと最初にも言ったようにお店も9月18日に開店15周年を迎えることになるから、うんうん、15年やってきたんだなっていう節目は感じていて、はい、うん、10周年の時よりやっぱり感慨深くて、うんうん、それやっぱ10年から15周年の間の方が会社の人の人数も増えたりして、うん、まあ、それぐらいいろんな葛藤とかもあった5年間だったんで、10周年まではなんか夢中であっという間に10年だったんですけど、10年か15年の方が自分としては濃くて、うんうん、もうがっつり40代の5年間ですし、うんうん、お店も続けてきて15年っていう時を刻んできたからこそ分かってきたこととかやれることとかがあったらいいなってすごく思うので、うんうん、これからもいろんな世代の人に見て楽しんでこの店と年を重ねたいなと思ってもらえるようなね、はい、お店にしていきたいですね。はい、はい、これからもどうぞよろしくお願いしますという気持ちで締めでいいでしょうか。はい、よろしくお願いします、はいはい、今夜のチャポンと行こう、ここまでになります。お湯加減皆さんいかがでしたでしょうか。吉部さん、今夜は何度のお湯だったんでしょうかね。ね、なんか最近高温が続いてる気もするんですけど今日もちょっと暑かったかもしれないなと思っていて、45度、はい、しようかな。はい、皆さんの気分が今日も少しでも緩まると嬉しいです。番組は北欧暮らしの道具店のサイト上やアプリに加えて YouTube や Spotify など合計7箇所で配信をしています。ぜひご自分のライフスタイルにフィットしたプラットフォームでお楽しみください。引き続きお便りも募集中です。感想、ご意見、ご質問などサイトやアプリでチャポイコ最新記事を検索していただき、ページ後半にあるバナーよりお送りください。Spotify などの場合は説明欄のリンクからお便りフォームに飛ぶことができます。全国のチャポラーの皆さん、お便りお待ちしております。次回のチャポンと行こうは9月25日日曜日の夜20時を予定しています。それでは明日からもチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。北欧暮らしの道具店店長の佐藤とスタッフの吉部こと青木がお届けしました。それではおやすみなさい。おやすみなさい。